ちょっととりあえずここでガソリンをまず入れておきましょう。本当に怖いからね。なに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 、ダート？うわ、砂利ダートだ。今5時17分ですね。5時17分、到着予定は6時15分。やばいね、日の出6時3分って言ってたんだけどな、 Google 先生。もしかしたら走りながら日の出を迎えることになりそうですけど、おそらくですね、多分 GoPro でもなんだろうな、僕の目で見るより明るくは撮れてると言ってもですね、さすがにここまで暗いとナビとメーターとヘッドライトしか分かんないと思うんでね。ということでね、また動きがあったらその都度録画をしていこうと思います。って言ってもね、もう多分この時点で多分結構3、40分撮ってるんで、だいたいね1話、僕の動画だいたい10分15分ぐらいで収まるように、編集してるつもりなんですけど、それ以上ね、多分15分とか、多分15分でも結構長いなと思うんですけど、15分でも長いなって僕自身で感じるんでね、見てて。であんまり長いと見てる側としても疲れると思うんですよ。なので10分ぐらいで収める動画ってなるとね、もう今の時点で3、40分撮ってますんで、まあ、これが何話になってるかちょっと分かんないですけども、まあ、とりあえずね、動きがあるまでスキップしましょう。寒いしね。はい、ということで、はい、ただいま5時半ですね。5時半、だいぶ明るくなってきたんじゃないでしょうかね。まあ、でもまだハイビームの方が全然なんだろう、見やすいぐらいまだ暗いですけど、さっきより全然明るくなってきたんではないでしょうか。依然として寒いでございます。いや、早くラーメン食いてえな、マジで。そう、喜多方はですね、朝ラーっていうことでですね、朝5時ぐらいから、開店してるラーメン屋さんが、多数ございます。なんだかもう日の出を迎えてそうな感じですけども、すっげえ寒いっす、マジで。なんかもう磨きがかかってっすね、こっちの寒さは。うまく口が動かせられないぐらい寒いです。標高が高いんですかね、ちょっと今走ってるとこまで来るのにね、今はずっとこう下ってるんですけど、上りだったんですよね、道がずっとね。標高が高いのかな、寒いっす、本当に。なんか真冬にバイク乗ってるような感覚ですね。手がかじかんで、クラッチ操作とブレーキ操作がちょっとしにくいですね。寒い。前使ってたね、アルパインスターズの時に使ってたインナーグローブというか、そのアルパインスターズ用ではなくて、普通にどこだったかな、なんかスポーツ量販店で買った薄手の手袋なんですけど、それをね、インナーグローブとして今までずっと使ってたんですけど、探したんですけどね、ちょっと見当たらなかったんですよね、それが。だからこの上、この下か、この下に、インナーグローブすると、またねちょっと違うのだとは思うんですけど、このグローブの下にね、またそういう薄手のインナーグローブみたいなものをするとまたちょっとは違うんでしょうけどね。寒い。だいたいあと30分ぐらいみたいですね、稲城湖までは。で、この辺ちょっと見えるかわかんないですけど、この辺の道路ね、こうなんか錆汁みたいなのがすごい付着してるというか、
道路がね全体的に茶色っぽくなってるのが分かると思うんですけど、どうやらですねこれはこっちの方って福島県の中でも結構雪がね降る地域なんですよね。なのでこう冬は雪が降った時に、まあ、それを溶かすのにこの道路の真ん中のところにねちょっとちょん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 ってこう穴が開いてるというか、なんか配管が多分通ってるんでしょうね。そこから水というかお湯が出るのか水が出るのかちょっと分かんないですが、そこからなんか何かしらが出て雪を溶かしたり氷を溶かしたりとかそういうことができるみたいですね。すごいね。ちょっとそろそろセブンのアンマン食いたいところですね。寒い。ちょっと体を温めたいですね。で僕これ最近知ったんですけど、このハーレーのメーターってなんだろう、なんか明るさ検知のセンサーがなんかついてるっぽいんですよね。そう今はなんだろう、ライトアップされてないんですけど、さっき普通にオレンジ色で光ってましたよね。なんか僕常時ついてるもんなのかなって思ってたんですよ、バイクのメーターのライトっていうのは。でもどうやらですね、なんか外の明るさを検知してなんか勝手に消えたりついたりしてるっぽいです。どうやら初めて知ったんですよ本当。もう最近知りましたね。ずっと前までもうつきっぱなしなもんだと思ってたんですけど、さすがハーレー。霧がすごいです。本当これ対向車ライトつけてくれないと本当わかんないレベルですね。どうですかカメラで撮れてるかな。なんかもうカメラのレンズですらねちょっと濡れてきそうな勢いですね本当に。実際今シールドビジャビジャですからね。やばい本当、霧がすごい本当。こっちでただいまの時刻は6時10分ですね。6時10分。すごい、もう N1が真っ白にビジャビジャになっちゃってる。もうヘルメットのつばとかからすごい今水垂れてますからね、この霧のせいで。この感じだともしかしたら猪苗代湖の方もすごい霧かもしれませんけどね。どうだろう、見えんのかな。でこの辺を右折ということですね。どこなのかな、ここか。いやすげえビジャビジャだわ本当に。お、猪苗代湖。見えないかもしれませんけど、この辺に今ね湖の絵が出てますね。でもこれ見えないでしょ、わかんないよね本当に。さすがにちょっとね、まあ、シールドを外しました。ちょっとシールドが曇りすぎて前が見えないんで、このマイナスイオンを体に取り込む感じで。これシールド開けてると開けてるで、ね、顔がびちゃびちゃになるっていう。いやでもこれ開けてないと見えないですね本当に前が。ちょっとこの霧の中でちょっと写真撮りたいですね。車も来てないしちょっとこの辺で1枚撮ろうかな。よいしょ。うわ寒い、マジでもう体がカチカチですね。
とりあえずちょっと写真もね何枚か撮ったんで、そろそろ行きましょうかね。でこの時間からね、おそらくあの猪苗代湖こうに行ってもこの霧ですんで、多分猪苗代湖もねおそらくよく見えないと思うんですよね、うん、なのでとりあえずねセブンがあったら、まあ、セブンに寄りたいんですけどね。とりあえず一応今から普通に、さっきと同じく猪苗代湖を一応目指すのは目指すんですけど、コンビニがあったらねちょっとコンビニに入ろうかなと思いますね。はい、それでは行きます。でおそらくですね、もうここ、うん、もうここが猪苗代、はい、でもう猪苗代湖ですね。これが全然見えないですけど、ちょっと霧が濃すぎて全然カメラでは映ってないと思うんですけど、あでもちょっと朝日も一応出てますね。おー綺麗、猪苗代湖到着です。とりあえずちょっと今の時間帯だとね、霧がすごすぎて全然景色が楽しめませんのでね、もう少しちょっと時間が経ったらねもう一回猪苗代湖行きましょう。おそらくこの辺が猪苗代湖の、まあ、メインストリートじゃないですけど、いやーやっとセブンありましたよ。霧が濃すぎてちょっとね乗ってられないんですよ本当に。はい、それではね出発しようと思いますが、なんかめっちゃ綺麗で、次の質問はですね、この僕が今被ってる EX0 に関するご質問をいただいたんですけども、